この場所であなたに再会できるとはね。神に感謝したい気持ちだわ、ジン・ウズキ。ペレグリ、もはやあなたと語り合うつもりはない。我々はこの星で起きている異変を止めねばならないのだ。オルムスと連邦ももはや関係はない。あなたと戦う理由はないのだ。戦う理由はない？この地がどういう場所かわからないの？この場所、まさか何も知らずにこの地に足を踏み入れたの？この地こそ我らオルムスの発祥の地よ。オルムスの発祥の地？そう。そしてこの地に生まれた者はゾハルの民と呼ばれた。あなたたち連邦が推し進めていたプロジェクトゾハル、それももともとは我らがこの世界にもたらしたものなのよ。なるほど。それがあなたがこだわる地の理由ですか。ただの虚言ではないようですね。ここは長き放浪の果てにゾハルの民が漂着した惑星。我々は幾世代にもわたって神の遺物と共にゾハルを守護してきた民だった。だがゾハルの有用性に気づいた連邦の簒奪者どもはこの惑星を侵略し抹殺し、ゾハルを手にしようとした。その結果がこれよ。この惑星の姿はあなたたち連邦のエゴと欲望が具現化されたもの。我々はそれら簒奪者に復讐を誓った。そしてこの地に力を呼び戻し、父なる聖地へと帰ろうと。それこそがゾハルと共に生きてきた我らの血の宿命。我らが神の言葉だった。それがあのミルチアの真実ですか。確かにあなた方も被害者なのかもしれない。しかしだからといってミルチアでのあなた方の行為が正当化されるわけではない。正当化される必要などないわ。託戦は存在そのものが正義であり真実だったのよ。古来神の言葉を語った者に正義などありはしませんでしたよ。あったのは欺瞞と捏造と侵略です。そう、欺瞞ね。確かに全ては欺瞞だったわ。私たちの行為には何の意味もなかった。ペレグリ。そうよ、もう全ての意味など必要ないわ。私は今ここにいる。これこそが私の存在理由。